ここからは6月の特別企画カップスターわらを生放送でコマーシャルしようと思います。前回メンバーの山かな、山が決めてくれたお題はじゃん、お、映らない語尾にズラをつけて食べた感想をお願いしますということで、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ、ズラってどうするのおっちっちでしょ全体じゃあということで、まあ、とりあえずね最初は普通に食べてみたいなと思います。よいしょ、おーすごい、あ、割らなきゃ、あ、お、綺麗に割れる箸だこれ、すごい。ということで最初は普通に食べたいと思います。うん、あー、いい匂いがする、おー、いい匂いがする。あれだね、最初はよいしょ、じゃあ、お、麺類って食べるの難しくない？よいしょ、食べてみたいと思います。いただきます。関係ない、うん、美味しい食レポって何言えばいいのか分かんないけど、個人的にはめちゃめちゃ美味しいなと思いまして、うん、やっぱ香りもめっちゃいいですし、すごい美味しい。え、なんだろう、具体的に何が美味しいんだろう、すごい美味しいんだよな、うん。でもなんか入ってる具材とかもすごいいいなって思うし、香りがいいな、やっぱり美味しいですということで続いてズラをつけて、でも感想も迷ってるのにうん、頑張るよ。はい、ということでじゃあいただきます。でもね、夫婦しないと、うん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 、おいしいズラこれでいいの？美味しいズラ。あとね、ごまも入ってるからまた美味しいズラ。うん。まあ何が正解かわからないけど、美味しいズラ。うん。皆さんに食べてほしいズラ。はい。はい、ということで。いいのこれ、これで、これでいいのか、これでいいのかい、うん、みんな食べてずらー。はい、ということでこんな感じでいいかな。よし、続いて明日の配信メンバーさんのお題を僕がね今度は決めたいと思います。そう、じゃあ引いていこう。まずはじゃじゃん、お、すごい、こんな味もあるんだ、じゃん、神戸関西すき焼き風国産牛肉使用ですって。おお、え、絶対美味しいでしょ絶対美味しいでしょ、すき焼き風、え、でもすき焼き風ラーメンだよね、絶対美味しいよね、まあ美味しいんですけどねということで続いて、おなにこれ、なんだこのお題は、
食べた後に同期で一番面白いメンバーの名前をお願いします。それどういうことなんだ、何の関連だ。どういうこと。いやもう絶対これは美味しいんです。美味しいよね、美味しい、これは美味しいのよ。これは何。同期で一番面白いメンバーの名前。ということで、じゃあ発表してもらいましょうね、明日はね。うん、ということでじゃあお願いしたいと思います。明日はですね、新内さんです。新内さんです。なので2期生さんの、2期生さんの中で一番面白いメンバーのお名前を言っていただくということで。はい、ということでよろしくお願いします。はい、最後に三洋食品からのお知らせです。カップスターあさりだし味塩ラーメンが7月1日に発売です。じゃじゃん、こちらです。はい、なんと生田絵梨花さん、斉藤飛鳥さん、白石麻衣さんがパッケージに登場。ぜひ買ってくださいということで、こちらに先輩方がいます。じゃ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 ーん。いやでもね、これ買うでしょ。いや買うよね。いやだって保存用も必要だし、まあもちろん食べる用も必要だし、鑑賞用も必要でしょ、あと布教用も必要だから、でも最低4個ぐらいは多分買うかなっていう。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、あ、2万人さんありがとうございます。ありがとう、ありがとう。うんうんうん、2万人もありがとうございます。うん、ということでですね、なんだろう。なんかね、時間がね微妙なわけですよ。なんかトークしようにもね、あとちょっとしかない時間が、うわー、そう、続いてね先輩のショールームがありますから、うんうん。うん、宣伝上手ですか。ありがとうございます。いやどうそう、布教用ちゃんとね買ってね、しかもね食べ物だからね、布教されても困らないっていう最高の代物ですよこちらは。うんうん。ピカチュウはやんないです。握手会に来てくれたらやるよってみたいな感じです。はい、ということで明日の配信時間はですね、決まり次第ショールームさんのツイッターの方で発表されますので、皆さんチェックしてください。はい。めっちゃ指ぶつけた。うん。